しますはい、昨年アナログ動画になっておりますけどね障害の皆様お付き合いいただいておるわけですけどもはい、P さんでーすお疲れ様ですはい、どうもお疲れ様ですはい、そしてどちら様でしたっけどちらアンドライダーの皆さんお疲れ様ですアンドライダー、ライダーあ、そういう言葉があるうさみんチャンネルのうさみですおどうもですおどうもですおどうもですなんか久々にお会いしたような気がいたしますけども無事帰ってきました、ね、無事帰ってきたっていうのはどういうことまあちょっとね、7月から9月までちょっと野暮用があったんで、はいはい、まあ天使とかにもお話ししてるんですけども、はいはい、ちょっとまあそこから2ヶ月間ぐらいはごめんねここ来れない寂しい思いさせるっていうことで全然寂しくはないあれおかしいでねなんかまあまあ仕事のそうですねちょっと兼ね合いで、はい、で、あれでしょ自分でやってるチャンネルの方の、 キャンプ系の動画の方もちょっとお休みするみたいな、ねはい、普通に上がってたけどねそう、あれもだからその野暮用の前に、うん、全部その何ヶ月分かをちょっと取りだめて取りだめしてたんだすげえな、はい、なんかテレビ局みたいなことやってるじゃん iPhone でこう夜な夜なこうねはい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 お家でもう暗い中こうやってたんですけど、はい、で、ね、でいよいよちょっとその仕事も落ち着いてまたキャンプの方そうです、ね、も行き始めてと、はい、いうことやっぱりその情勢もあるんですけどもまあ10月11月あたりからちょっと始めていこうかななんて思ってあだから今日何要するにお待ち遠さまでしたっていうことなのあ、そんな誰も知らねえそんななんかね、なんかちょっとご存知うさみんチャンネルですみたいな感じで来てるけどねえなうちの中尾さん全然知らないと思うけどすごい高いところからよくそんな感じで来たねいやいやいやじゃあ、まあ、今一度うさみんチャンネルさんがねどんな人でどういうだからあれでしょ今度うちのサブチャンネル扱いでそうだ、ね、いいっていうね、うん、僕もありがたいですよキャンプ動画キャンプチャンネルがうちのサブチャンネルでっていうことでどんな動画ですかどんな動画って言ったらやっぱりこれからどんなことやっていくんですか、まあ、そうですね、まあ、うちのサブチャンネルです一応だからもうバイクで行くっていうねソロキャンプでまあそれに付随しての DIY 動画、うんまあそこら辺ですかね。あとはもうバイクの今後ね、まあ、アンドライドに徹したようなね、撮れればいいかなと思うんですけど、まあ、なんせ本家のワイズファクトリーですね、アンドライド動画っていうのをね、やってますからね、まあ、それに付随して、まあ、キャンプ、アンドライドっていう形でやっていけたらいいかななんて思ってあ、ありがたいじゃない。じゃあ、なんかあれかな、うちでこうやって宣伝させてもらって、まあ、サブチャンネルということなので、まあ、収益化ができた暁には毎月あの 10% うちに入るそういった形で大丈夫でしょう要はだから見かじめ料が欲しいとありがとうございますえ大丈夫ですかそういった形でまあまあまあいいですよ別に僕は趣味でやってますからね、はい、もうこれがね証拠がしっかりと残りましたんでねもうね私は不労所得がね昔からねその僕はもともとここでバイクのね整備とかお世話になってるんでね、うんまあ、付き合い長いもんね、もうね、なんやかんや言ってね。で、それでまあ、何年か前からかね、もう YouTube、ライスさんがやり始めてって言って、うん、ただ最初の方とかなかなかちょっと仕事も忙しかったから、うん、なかなかその協力できないなっていうのがあって、ただやっぱり30を過ぎてね、
まあそろそろちょっと仕事だけじゃなくてね、やっぱりそのまあね、ちょっと趣味一つ持って、せっかくだからね、バイクでなんかできるような何かないかなで見つけたのがキャンプなんで、まあそれでね、キャンプ&ライドっていう感じで、まあワイズさんにね、なんか還元できればいいかなと思って、そのチャンネルの方やってるんですけども、ちょっと僕がね、キャンプの方そんな明るくないので、もっとちょっとね、いろいろ教えてもらえればと思いますよ。ね、うちのお仲間さんなんかも最近おじさんたちの間でキャンプブームが勃発しておりますんで、そうですね、まあ、僕もね、行かないで済むなっていうんで、うさみチャンネルの方に任せてますんで、だからね、僕のチャンネルはだからワイズさんから出向してるわけでそんな風で見ていただければ。すまないね、苦労かけるね。いや、構わないよ。今後もよろしく頼むよ。構わない、構わない。こんな感じなので、まあ、うちの動画をご覧いただきながらも、キャンプに興味あるぞという方はね、ぜひうちのサブチャンネルの方も、うさみんチャンネルの方もね、ご覧いただけますと、後々僕にもいいことあるんじゃないかなと思っております。よろしくお願いします。今後もよろしくお願いします。ということで、あ、大丈夫かな、こんな感じで大丈夫だった、ね、紹介の仕方、ね、十分じゃあ、うさみちゃんです、ね、よろしくお願いします。はい、今後もよろしくお願いいたします。はい、こんな感じになっております。今後もよろしくお願いいたします。このクイック曇りなきまだっこで見届けをまた次回、どうもありがとうございました。お疲れ様でした。ねー。